地元ごはん。はだか麦っていうのはですね、成分にベータグルカンっていう食物繊維が入ってます。悪玉コレステロールの値を下げるとかいう水溶性の食物繊維が入ってます。身と皮の間の癒着が少ないんで、こう揉んだ時点で裸になるという言葉からはだか麦になりました。押し麦ですとか、麦味噌なんかで使ってますんで、ぜひ愛媛の方にも食べてほしいと思います。はだか麦を使ったおにぎりを作っていきます。いただきます。枝豆と昆布とチーズの相性が良くて、はだか麦のつぶつぶ感と相性が良くて、食べ応えがあるおにぎりだと思います。食べていきます。いただきます。サラダチキンとチーズとネギの相性が良くて、はだか麦ももちもちでとっても美味しいです。作り方も簡単なんで、ぜひ作ってみてください。お味ですか？美味しいです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。地元を愛すいいと愛媛朝日テレビ。